6月10日金曜日午後4時になりました。ログハウス清風庵からお届けします。安らぎの森から、パーソナリティの飯田です。今日はですね、レギュラーメンバーの、西野委員長と、それから運動指導士の星野さんが、まあ、お休みということで、うん、病棟ナースの石田さんと、こんにちは。はい、そして飯田。それからですね、今日はゲストに、西野病院のメディカルソーシャルワーカーの地主さんに来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。地主さんにはですね、後で病院での、メディカルソーシャルワーカーの役割などについて、お話をいただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。6月はですね、3番目のテーマですね、頭の健康、認知症予防のお話なんですけども、はい、5月の28日に自然からの贈り物マーケットが行われましたね、うん、はい、はい、たくさんの方に来ていただいて楽しんでいただきましたけども、うん、まあ、見たり聞いたり味わったりと五感を刺激するということでですね、うん、認知症の予防や、それから進行を防止すると言われてるんですね。まあ、マーケットでは、お餅つきをやったり、うん、まあ、西野病院の男性介護士さんが頑張って、はい、お餅つきをやってくれてました。それから、いろんな食べ物をですね、まあ、自然から取れるようなもの、うん、こういうのも、事務の方たちとかね、うん、私も厨房でちょっとネギを切ったりと、お手伝いは、したんですけども、地主さんも厨房でね、いろいろ作ってくれましたよね、はいはい、ちょっといつもにはない和菓子作りに挑戦をさせていただきまして、豆乳入りのわらび餅とかですね、うんうんうん、あといきなり団子、さつまいもと、はい、あんこのお団子を作ったりですね、はい、あと三色団子を、はい、お団子こねこねしながらですね、大きい小さい騒ぎながら作らせていただいたんですけれども、いいですね、はい。あと販売の、当日の販売もですね、はい、私はアヒージョの担当だったんですけれども、はいはい、なかなかお越しいただいた方にですね、うん、アヒージョって何っていうような、うん、そうですよね。はい、馴染みが薄かったようで、一般的にはちょっとね、そうですよね。はい、はい、私もスペインの料理で、オイル煮ですとかっていうおすすめをしながらですね、うんうんうん、すごくいい匂いに手伝っていただいて、はい、はい、完売させていただいたのが、はい、よかったなと思っております。はい、アヒージョ作りもされたんですか？アヒージョはですね、材料を切るお手伝いをさせていただいて、うん、あと栄養家の、はいはい、方が、はい、作っていただいたのを横でじーっと見てました。なるほど、はい、どんなものがアヒージョって入ってるんですかね？そうですね、私も知っていたのが、うん、魚介と、あと、うん、キノコとかのアヒージョは自分も食べたことがあったんですけれども、はい、今回作らせていただいたのには、うん、じゃがいもとかですね、うんうん、鶏肉のアヒージョも私初めてだったんですけれども、そうですね、はい、鶏肉も入ってましたね、はい、パプリカとか玉ねぎも具沢山で、すごく美味しかったので、はい、横で見ていたのを、うん、はい、早速家に帰って作ってみた、真似して作ってみました。素晴らしい、はい、どうでしたか？はい、味があれ、こんな味だったかなって思いましたけどすごい、はい、今までお家で作ってたのよりすごく美味しくできたので、本当ですか？さすが栄養家さんだなと思いながら、はい、今までもうお家とかでも作ってた？お家ではエビとですね、あとキノコをちょっとたくさん入れて、でも今元とか売ってるので、あ、そうなの？そうなんです。アヒージョの元が、ね、粉をですね、具材とオリーブオイルと混ぜてグツグツっていうのでやってたので、そうですか、はい、今回はコツをいろいろ教えていただいて美味しく作れるようになりました。すごい、私もじゃあ帰って作って粉を買いに行きましょうか。ね、まあ私もね、厨房でほんとちょっとだけお手伝いをね、させてもらったんですけど、はい、豆乳のわらび餅でしたかね、はい、あれも美味しかったですね。美味しかったですね、はい、何もかけなくても、きな粉とね、はい、きな粉と黒蜜をだいたいかけるあれやったんですけど、はいはい、うん、何もかけなくても甘くってね、豆乳の味がとてもよく出てて、すごく美味しかったです、はいはい、つまみ食いをしたのがバレます。はい、そうですねあれも完売しました。はい、完売でしたすごいですね、はい、よかったですね。まあ本当今回のマーケットもですね、大盛況ということで、うん、はい、皆さんが本当に頑張って、地域の方たちのためにですね、うん、やりま
ましたけども、はい、まあ、お隣の社会福祉法人の経営機関さんからもですね、はい、その場でこう手作りができるようなものとか、うん、はい、出されてて、眉玉でね、こう何か小さいお人形さんみたいな飾りみたいな、うん、はい、もうあれがすごく可愛くって、いいですね、で、うん、子供さんもだし、ご高齢の方たちも、一生懸命作られてたんですよ。それがね、うん、すごく良かったなと思いました、うん、はい、あとはですね、まあ、私はウォークラリーのヒントの中で、二十四節気っていうのですね、はい、うん、まあ、ラリーに来た方にそういうお話をするのがちょっと私の役割的なものになってたんですけど、まあ、二十四節気っていうのを私も自身も知らなかったので、はいはい、すごく勉強に、ね、なったんですけどね、まあ、春夏秋冬をもっと小さく24に分けてっていうので、はい、そういう昔はそういうふうにやってたというようなね、やり方で、まあ、本当に勉強になりました。うーん、あとはフードの方では、院長がね、また、はい、石窯ピザ、お手製のです ね、はい、いいですね。もうあれもあっという間に完売をしてましたもんね。それから、リハビリは、サルコペニアチェックでしたかね、はい、体力測定ね、はい、うん、やってまして、こちらの方も結構人が来てされてましたね。そうですね、うん、石田さんは今回は、私はちょっとどうやったですか？参加できなかったんですけど、でも翌日に、うん、お餅はいただきました。はい、あんこの入った私はお餅を食べましたけど、はい、美味しいですね、やっぱり。つきたては違いますし、まあね、病棟ナースはやっぱり業務上のね、都合でやっぱり、はい、参加できなかったりというのがありますけども ね、うん、ね、ギャバの、はい、ドリンクですかね、はい、飲みやすいですね、あれ飲みやすいですね、美味しかったですよ ね、 ですね、はい、お肌にもいいっておっしゃってました。何でしたっけ、エイジング、はい、ね、はい、アンチエイジング、はいはい、アンチエイジングに効くということで、はい、うん、言ってましたね、はい、もう私もしっかり飲ませていただきました、いただきました。さあ、ちょっとですね、ここで曲を聴いていただきましょう。今日はですね、ゲストの地主さんの、リクエストですね、はい、1曲目はトゥモローのアニー、そしてアニーからのトゥモローと言った方がいいですよ ね、 そ、 うですね、はい、そしてカーペンターズのトップオブザワールド、2曲続けて、お聴きください。はい、ミュージカルアニーからトゥモロー、そしてカーペンターズのトップオブザワールドを聴いていただきました。地主さん、この2曲何か思い出があるんですか？はい、トゥモローの方はですね、うん、私小学校から高校生の頃まで、はい、恥ずかしながら合唱団に入っていまして、恥ずかしいことはないじゃないですか。そうなんです、その時にですね、はい、毎年1年に1回その定期演奏会っていうのがあるんですけれども、その演奏会の最後に最後卒団される高校3年生の先輩方をですね、はいはい、送る曲がこの曲だったんですよ。でその当時もちろん、ね、英語じゃなくて日本語版で歌ってはいたんですけれども、うんうん、はいはい、なんかすごくこう青春というか一生懸命こういろんなことに取り組んでた時期の曲なので、すごく、はい、その時のことを思い出します。青春時代の、いいですね。そして、カーペンターズのトップオブザワールド、はい、これはですね、大学の時に、うん、私大学に行ったら英語の授業はあんまりないかなと思っていたんですが、はいはい、大学にもやっぱり英語の授業があってですね、その英語の時間にこのトップオブザワールドを英語で歌うというのがテストの課題だったんですよ。一生懸命カタカナを振って覚えた記憶があるんですけれども、じゃあ今歌えるかっていうと、もうカタカナで覚えたものが、うんうん、はい、すぐ抜けてしまったので、ね、はい、ちゃんと英語で覚えればよかったなと反省するところでもあるんですけれども、はい、そんな思い出が2曲にあります。はい、私もまあこのアニーの方はですね、ミュージカルとかは見たことはないんですけど、石田さんはどうですか？私は DVD を見て、うん、はい、よくて、はい、DVD を、映画ですか？はい、ああ映画のね、はい、うん、DVD を買って、はい、私はサントラも買いました。ああ本当ですか？はい、熱烈なファンですね。いいですね、なんか、いいですよね、明るくなりますね、あの映画、そうですね、はい、はい、
そう、じゃあ今度ぜひ私も一回見てみないといけないですね。はいはい、ぜひレンタルします、井田さん。ありがとう。お持ちなので。レンタルします。そして、トップオブザワールド、もうカーペンターズはね、はい、皆さん聞いたことがある、はいはい、とは思いますが、はい、まあ、ジヌさんは大学の時にということで、はい、これ私はね、はい、多分、もう中学生、なんか遠い記憶すぎて、ちょっと、はい、あれやけど、私もでもこの曲を英語で一生懸命、覚えたのは、ね、うん、あの、覚えてるので、はい、まあ、多分、その時のね、うん、なんていうの、オリジナルじゃなくて、もう、リアルタイムに、ね、リアルタイムで私は多分見てるんですよね、カーペンターズは。はい、私はリアルタイムではじゃないよね。はい、すいません。私もですね。だから私、カーペンターズはね、就職して、はい、で、あれね、ICU、まあ、透析室とかにいろいろいたんですけど、うん、はい、ICU に、はい、行かなくちゃいけないような時とかがあった時に、はい、その ICU の中でね、このカーペンターズの曲をかけてたんですよ。これがすごく印象的で、そういう、こう始まり、今ほらオペの時間と、オペの時とかでも曲をかけたりするっていうことがあるでしょ、はい、だから多分こうその始まりぐらいの時代やったんやないかなって思うんですよね、 ICU の中でですね、そう、患者さんたちにね、こう、BGM で聴かせるというね、はい、そういう思い出がちょっと私の中にもありました。はい、はい、さあ、今日はですね、ゲストに西野病院相談室から、メディカルソーシャルワーカーの地主さんに、来ていただいてますけども、はい、ソーシャルワーカーっていうのはどのような学校を出てどんな資格が取れるんですか？はい、いろいろと資格を取る方法は今あるんじゃないかなと思うんですけれども、うんうん、はい、私の場合はですね、私実は大学、高校卒業してすぐ大学に行っていなくて、うん、はい、一時期こう仕事をしてから改めて大学に行き直したタイプなんですけど、すごいですね。はい、その学校卒業して仕事してる期間、西野フラテ会ですね、ヘルパーをさせていただいたりっていうご縁も、そうなんですか、はい、実はあったんですけれども、その私は日本福祉大学という大学、愛知県にあるんですけれども、そちらの大学に4年間行って、で、社会福祉士の国家資格を、うん、はい、受ける資格を、受講資格を取って、はい、福祉大学なんですね。福祉大学ですね。はい、なので福祉大学には英語の時間はないだろうと思って、はい、なんですけれども、ところがどっこいやったんですね。はい、なるほどですね。はい、今西野病院には、ソーシャルワーカーの方は何人いらっしゃるんですかね。はい、私を含めて3名、はい、ソーシャルワーカーがおります、はい、で、まあ、2回から4回までの患者様を、うん、はいはい、しっかりサポートできるようにということで、うん、3名で担当を持たせていただきながらお手伝いをさせていただいております、はい、まあ、西野病院はですね、一般病棟、うん、それから医療療養病棟、はい、そして、まあ、回復期リハビリ病棟と、うん、はい、それぞれ病棟で役割が違ってるんですけども、はい、地主さんはどこの担当をされるんですか？うちのソーシャルワーカー3名ともですね、うんうん、まあ、フロア各階で担当というよりも、はい、まあ、それぞれの階、それぞれの患者様の担当を持たせていただいています。まあ、外来からご入院されたりという一般、はい、お2階の一般病棟、はい、医者さんの担当の病棟も担当させていただきますし、まあ、難病ですとか、まあ、酸素を使ってらっしゃる患者様の療養の、ね、はい、病棟も持たせていただきますし、あ、まあ、圧迫骨折とかですね、脳血管の疾患お持ちで入院された4階の回復期のリハビリテーション病棟の患者様も担当させていただいております。はい、まあ、メディカルソーシャルワーカーという、まあ、役割なんですけども、うん、はい、ちょっとその役割について教えていただけますか？はい、そうですね、まあ、どの患者様、そしてご家族もですね、はい、まあ、入院されるにあたってはすごく、うん、いろんな不安を抱えてご入院していただいていると思うんですね。なのでまず第一にはですね、はい、安心して医療を受けていただけるっていう、うん、まあ、そのためにですね、
安心というものがこう感じていただけるようなお声掛けをまず心がけていますけれども、私たち の役割としてはですね、もちろん入院した時から、これからどうしていこうかっていうようなことをですね、しっかりと何でも相談していただきながら一緒に考えていく、お家に帰りますか、それとも施設に入りますかっていう二者択一ではなくて、どんな生活を送りたいですかっていうことが話していただけるような、そんな関係づくりをさせていただいて、治療に生かしていただける、でそこが、ソーシャルワーカーの役割かなというふうに思っています。とても深くやっぱり関わっていかないと、あれですよね。そうですね、だからその方の生活背景とかね、それからご家族とかの環境、介護問題、介護力とかね、そういう部分、たくさんいろんな情報が必要なんじゃないかなとは思うんですけども、いろんなご相談がですね、ご家族の方からは来ると思うんですけど、どのようなご相談が多いですか？そうですね、まず一番最初にご家族が心配です、おっしゃるのがですね、退院する際、入院した時からですね、今後どうしたらいいかっていうところが、やはり一番のご心配のようで、退院先ということですかね。そうですね、そこも含めてですね、例えば今までそのお一人暮らしだった方がですね、今回入院をして、これからまた一人で生活、大丈夫だろうかっていうご心配であったり、これを機に少しお手伝いをしてもらうことを考えたいんだけれども、どんなことをしてもらえるんですかっていうご相談であったり、あとはお家がやっぱりなかなか難しいので、近くに安心して住めるような施設はありますかっていうご相談も、聞かれます、ということはやっぱりあれですね、その病院の中だけのことではなくって、外の在宅支援の部分での関わりっていうのがとても大きいですよね。そうですね、それこそ私たちもご紹介するにあたってはですね、しっかりその地域っていうものを理解していないとご紹介まずできないですし、実際にそのどんな生活をお望みかっていうところをまずお聞かせいただいて、そこからお手伝いが始まるのかなとは思っています。そうですね、2025年問題と2025年問題、今とてもね、いろいろ言われて、いますけども、団塊の世代が後期高齢者に突入する時代だということで、そういうことを踏まえて、その地域包括ケアシステムというものがね、今できていますけども、そういう中でその在宅支援での関わりっていうところでは、どういう方たちとやっぱり関わっていってますか？そうですね、まずは住み慣れた地域で生活を続けられるっていうことですね、その生活を続けるためには何が必要かっていうところが、その方その方によって異なっていると思いますので、まずはさあ困った、これどうしようって思った時に、相談できる場所、それがメディカルソーシャルワーカーの、元でありたいなっていうふうに思いますし、病院に来られた時に何か困ったら、相談員のところに相談に行こうかなって思っていただけるような、まずそこが第一歩かなと思っています。そうですね、言ったら本当に病院の中だけではなくってね、ちょっとそこら辺 の、 市民センターとかね、そういうところにこう出かけていって、相談受けますよっていうようなことができたらですね、これは本当にとてもなんか、役に立つんではないかなという思いはありますけどね。医者さんも病棟ナース、在宅にね、退院される方たちに退院指導ってとても大変になってくるとは思いますけども、そこら辺はどうでしょう？そうですね、2階自体がそこまでその退院、2階から退院という方はちょっとそうですね、少ないは少ないんですけど、2階は一旦受け入れるところなのでね、ですけど、その退院される方、さっきジヌさん言われたその今後のご自宅での生活とかもありますけど、そのご家族が警戒員の方だったら、その警戒員のやり方というか、
まあ、糖質方だったり、はい、そうですね、うん、糖尿病がある方だったらその血糖測定を、まあ、しなくちゃいけないので、はい、まあ、そうだったり、うん、あと、まあ、お薬ですね、そのお一人で、はい、そうですよね、ご自宅に帰られる方は、それが一番大事ですもんね、はい、お薬の管理とかですね、はい、一応なので病棟でもこうまずは1日分の自己管理から、うん、で1週間どうか、うん、2週間どうかみたいなやり方で、はい、やっていってます。やはり看護師もですね、はい、あの病院の中だけではなくってね、はい、今からはどんどん外に出て行って、うん、やっぱり入院されてた方が退院した後のね、うん、そうですね、あの生活っていうのを支えていけたらいいなと本当に思うんですけどね、はい、まあ、これからはあの医療、介護、予防がね、それぞれ別々ではなくって、はい、まあ、それがみんな一体となって、ね、あの在宅の患者さんとか、うん、それから地域の高齢者の方たちをね、うん、支えていけたらなと思ってます、はい、うん、まあ、その中でですね、病院と在宅施設の要になっているのがやっぱり、看護師と、まあ、私看護師なのでちょっと看護師ビーキになりますが、はい、看護師と、そしてあの地主さんのようなね、はい、メディカルソーシャルワーカーの方ではないかなと思います、うん、まあ、これからも患者さんのためによろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします、はいはい、さあ、次回はですね、6月24日フラテ福祉会から、そして西野病院からは7月の8日、もう7月ですよ、早いですね、 これはですね、二十四節気で言ったらば、小暑、小さい、暑いというふうに書いて小暑と、言うそうですけどもね、まあ、梅雨が明けて、本格的な暑さが始まる頃だと、いうことだそうです。はい、じゃあ、次回はですね、小暑の時期に、西野病院からお送りいたします、はい、午後4時から、お楽しみください。では今日はありがとうございました。ありがとうございました。